小規模校とされるような一つの学年の生徒数が少ない学校をオンラインにつないで探究をしていくというプロジェクトです。北は岩手県、南は宮崎県まで通信制の私立学校や特別支援学校も参加するなど、さまざまな小規模校が参加をしています。小さな規模の学校というのはどうしてもハンデを抱えやすくなってしまう。ネットワークによってつながりながらこういった課題を解決していくということを目指しています。ここまでプロジェクトの概要や経緯について見てきました。ここで2022年度に参加した学校の先生の声をご紹介します。今年1月に語り場が主催したオンラインセミナーに登壇いただいた山形県立小国高校の長岡育子先生のコメントです。まず生徒の反応というか、こう思いの変化の方を話させていただくと、やっぱりこう授業前ってすごく嫌だなとか、実はもうやんなきゃいけないのとか、結構マイナスな言葉がたくさん生徒からはと、聞こえてきます。でも終わるとすごく楽しくて、もっと話したかったとか、なんかあの人面白かったよねとか、あの人かっこよかったよねとか、高校生らしいなと思って、こうすごく楽しむ生徒がほとんどです。やっぱりこうずっと内輪で保育園から一緒のこう人間関係も、ある程度決まった中で過ごしてきているので、こういったこう適度な緊張感というかストレスっていうのが、そこからこう達成感とか充実感につながるのかなというふうに感じています。こう生徒の声を聞いてて、って思ったのは、自分が発表したことに周りの人から あなたってこうなんだねっていうふうにこう意味付け、価値付けしてもらったことで、改めて私、そっか、これ好きなんだよねって、だからこれや、マイプレやってんだみたいな、こう自分のことを他の人のこう感想とかアドバイスから自分をこう客観的に見つめられているんだなっていうこともすごく伝わってきました。生徒と直接向き合っている参加校の先生の声からもですね、生徒の様子がイメージなんか見えてくるような気もしましたけれども、沖塚さん自身もですね、このプロジェクトを通じて参加している生徒たちとやり取りをしてきたと思うんですが、生徒たちの様子ですとか、こう回を重ねるごとに見られる変化など、どんなふうに見てきましたか？はい、今長岡先生の方から伝えてもらった通り、最初は本当にみんな緊張したところから始まるんですけれども、回を重ねるごとに打ち解けていく姿が見られるなと思います。で、まず多くの生徒にとって、こうそれぞれがの学校で探究活動をどの子もやってるわけなんですけども、自分の興味関心を深めていくっていうのは楽しい面がある一方で、決して意欲を保つっていうのは簡単ではない面があるなと思っています。でどうしても行き詰まる瞬間は出てきますし、中には自分のテーマってこれでいいのかなと迷いながら探究活動をしている子も少なくないかなと思います。でそういう時に、こういったオンラインの活動でいつもの人間関係とはちょっと違う人からですね、それ面白いねとかいいねとか褒めてもらえたりするような、そういう何気ない一言でもですね、モチベーションにつながる面があるかなというのはよく思います。で、ある生徒がこの間ですね、こう合同授業の後の感想で、3人よれば文字の知恵だみたいなことを書いてたんですが、人間関係が深くない相手からの方が自分にとってためになるアイデアを漏れやすいみたいなことも言われてたりするみたいなんですけども、こう人間、こう地域を超えた高校生っていう立場とか関係性が自分の興味関心を深めるためには時に必要な刺激なのかなというふうに思ってます。なるほど。ではその生徒たちですね、このプロジェクトの中で具体的にどんなプログラムに取り組んでいるのか、ここからはその内容について詳しく話を聞いていきたいと思いますが、沖塚さん、まずこのプロジェクトどんなふうに進んでいくんでしょうか？はい、活動の内容は大きく3点に分かれます。一つが、丸一番と書いている合同授業プログラムですね。これは授業の時間を使って行うものになります。続いて、右上の ② 番と書いてある放課後プログラムですね。こちらは任意の生徒が参加をするというものになります。で最後、右下の、③ 番、先生同士の、交流研修会ということになります。で一つずつ合同授業プログラムから順番に中身のご紹介をするんですが、まずは合同授業について、これは1本目の動画にもあった通りの流れなんですが、3校から4校程度のグループを作って、実施をします。年に3回ほどなんですけども、この日だけ各校の日程を合わせて実施をしていきます。最初は関係づくりを目的としたアイスブレイクを行う活動を
やり、自己紹介から始めて学校紹介をしたりとか、あとは共通点探しなんかをして、お互いの似てる点とか逆に違ってる点を意識できるような時間にしてます。続いて探究テーマ交流会ということで、これはだいたい探究テーマが固まってくる秋頃以降で開催をしてます。こちらは探究のテーマが似てる子同士とか進み具合が似てる子同士を集めて4人ほどのグループを作って活動していきます。それぞれのグループに先生ですとか外部からのサポーターの方々に入っていただいて、その中で生徒は自分が取り組んでいる探究活動の内容を紹介し合って、お互いにコメントを送り合ったりしてきます。最後に振り返り、総合発表振り返りということで、これは年度末頃のタイミングで、その年の最終段階の探究活動の内容を発表し合います。それと合わせてそれぞれが得てきた学びですとか成長なんかも持ち寄りながら、1年間の連携の締めくくりという位置づけで行っています。続いて大きなくくりの2つ目の放課後の活動なんですけれども、こちらは探究活動にもっと意欲的に取り組んでいきたいとか、あるいは進路に生かしていきたいっていうような希望を持っている生徒を主な対象として取り組んでいます。具体的には卒業生からの話を聞く会をですね、オンラインで合同で設けたりですとか、あとは探究活動のテーマ作りや振り返りの方法を学ぶような交流活動なんかを行っています。また今年度は生徒から発案があって、ある特定のテーマでもうちょっとこういったテーマに関心がある他校の生徒と話したいっていうようなこともあってですね、生徒が企画をして場を開くみたいなこともありました。それは制度きっかけで生まれた場なんですね。そうですね、合同授業の時なんかにやっぱりいろんな関心を持っている同級生がいるっていうところが分かって、その声を上げてくれた生徒は特に自分の学校の中で同じ関心を持っている生徒が一人もいないっていう子だったんですね。なのですごく意欲があって深めていきたいと思っていて、いろんな人とディスカッションしたいと思ってるんだけど、周りを見渡したらなかなかそういった同級生、興味関心が同じ同級生がいないということで、外側にこうつながりというか深め合える相手をこう求めて、そういった企画をしてくれた子がいたという。なるほどですね、はい、そういった思いがあればどんどん道は開けるという一つの事例かもしれませんが、一方でここまではこの生徒の立場でどんなふうにこのプログラムに参加するのかというのが見えてきましたが、このプロジェクトに参加する先生たちにとってはどんな機会なんでしょうか。茨城県立尾瀬高校の金子陽子先生のコメントをご紹介します。で、教員側も去年と今年と関係した教員7名にオンライン探究どうでしたか、参加してよかったかということを聞いたら、全員の先生が参加してよかったっていうふうにおっしゃってくださってて、でやっぱり思うのはいろいろ探究がこう必要だとかこういう可能性があるって語るのも大事なんですけれども、とりあえずやってみて、で生徒の変化とか成長した様子をみんなでこう確認し合って喜び合う、生徒も探究するんですけど、やっぱ私たち自身も分からないことが多いから、それを分かった上で生徒たちと一緒にそれぞれ違うテーマで学ぶ、私たちは探究をどういうふうにより良くしていくかとか、そういうようなテーマになるんでしょうけれども、そういうことをね、いろんな先生たちと一緒にやっていきたいし、生徒の成長を一緒に喜び合えたりしたら、なんかすごく本質的なことができるかなと思いますね。コメントの中に、先生も探究をどう進めていくかをこう学んでいるんだっていうような話もありましたが、このプロジェクトというのは先生も取り組みを通じて連携をしているということなんですね。そうですね、もともとはとにかく生徒にいろんな出会いの機会を作りたいというところで始まったんですが、やっぱり合同授業の準備をしている過程ですとか、そういった中で先生方同士もお互いのことを知り合ったりとか、お互いの学校の雰囲気とか活動内容をですね、知り合う機会があって、それが一つの学びの機会になるということがですね、ありまして、じゃあそういったこう連携の形があるんであれば、ぜひそれをこう積極的に進めていけないかということでですね、先生方向けの交流会ですとか情報交換の場を開いています。今金子先生からありましたけれども、どの学校も試行錯誤を繰り返しながらこういった探究活動を日々支援をされていて、なのでこう何気ないこう情報交換でもこう自分の学校に少し持ち帰れるような場が少しでも作れたらと思ってですね、こういった場を設けています。
で今年度は探究活動の支援について、同じ小規模校に勤めている外部の先生をですね、講師に招いて話を聞く会を設けたりですとか、あるいは生徒と同じようにお互いの総合探究の年間計画というか具体的な活動内容を学校同士で、紹介し合うような会を設けたりしています。でそういった取り組みから派生してですね、今年度は一つの学校のカリキュラム、探究カリキュラムをですね、取り上げて、その学校のこう取り組みがより良くなるように他の連携校の先生方から意見を言い合う会みたいなのを開いたりとかですね、ネットワークに集まってきている先生方の関心とか知りたいことから活動を組むようにして今も取り組んでいます。なるほど。先生たちの様子とか会を重ねるごとの変化とかって何かこう感じていることありますか？そうですね、生徒と重なる部分があるなと思うんですが、先生方同士も最初は一番先生方も緊張するよねということを、よく話してます。でこれはやっぱり年に2回3回と合同授業をやる中でお互いの学校の様子も分かってきますし、あとはそのこれある先生がおっしゃってたんですが、他の学校の生徒もこうだんだん可愛く思えてくるみたいな、そういったなんていうんですかね、他の学校のこのこともなんとなく気になってくるとか、そういったなんていうんですかね、一体感というかつながり合いながら同じ活動を作っているんだっていう意識なんかも生まれてきているのかなと思います。なるほど。1年目2020年度にスタートした3校から、はい、どんどん増えていくんですけど、減ってる学校ないですよね。今のところそうですね、はい、このあたりってやっぱり何でしょう、どんどんこう仲間の輪が広がっていくというか、2年目3年目になると何でしょう、ちょっと経験者というか、そのあたりも段階の違いとかもあるんですかね。そうですね、これに参加しているのは2年生で参加している学校が多いんですけども、なので参加している年数が多く長くなってきている学校も毎年先生は入れ替わっていくので、そこの部分はまた何て言うんですかね、こう毎年新鮮な形でスタートを切るんですが、ただ年数が長くなってくると学校の中で連携を経験した先生が増えてくるので、そういった面では学校の中でのこう連携に対する理解ですとか、あるいはその連携を楽しむようなところ、先生方同士が楽しんでいるみたいなところもですね、年数が多い学校はだんだんそういったところもあったかくなってくるかなというのは感じています。新しい教育の形を一緒に作っていく未来志向な側面もあるかなと。越境するってことによって自分のいいところ、他人のいいところもなんかこう見ていく、うまくつながり合えなかったらどうしようっていう不安を乗り越えていくことが探究的な人生を送るために必要な新しい教養なんじゃないかと。多様な他者と関わるっていうことを楽しめるようになるといいなと思って。